お金がありませんただいま70万円の請求が来ていますしかし現状900円ちょっとしか口座にお金がありません個人口座と会社口座含めて2万円ぐらいしかありませんしんどいです正直しんどいです えー、まあ、こうなるのは分かってました、えー。今月はね、ドバイと、ドバイの出費と、あ旅費と、あとは引っ越しをして、で、敷金、礼金で2ヶ月ずつ持って帰って、85万くらい消えて、ドバイが大体35万くらいか消えて、あと洗濯機が壊れたんで、洗濯機が、えー、10万円くらい、えー、その他、いろいろ物を買ったり、あとは選挙の、 関連の備品とかも今いっぱい買ってるんで、えー、めちゃめちゃお金を使ってますそしたらお金がなくなりました、えー、今クレジットカード止まってます止まってて、えー、70万円請求が来てますが手元に、えー、2万9 0 0円しかありませんきついですもうこんな生活いや見たいですお金がないのはつらいです なので、2月14日に破産救済バーを開催します。バー3代目で破産救済バー、私弘義がバー天で。 やらせていただきます。2月14日バレンタインデーですえ、本当だったらね。可愛い女の子がバーテンをやってね。それでまあ、チョコをくれるとかね、えー。そんなもうことを言ってる余裕はありません。私、ひろしがはい。私、ひろがあのお金をお金をお金をいただくためにイベントをやらせていただきます。2月14日、婆さんダメで皆様ぜひ私ひろしを母さんから作ってください。よろしくお願いします。お願いします。 お願いします。2月14日、何かあります。ただ単純に、あの、イベントやっても面白くないと思うんで、なんかなんかしら企画考えて、あの絶対皆さんにで、ね、楽しんでいただけるイベントにしますんで、2月14日、ぜひ、ばあさんでね、来てください。あの、遠方で来られない方はね、遠隔、遠隔シャンパンとか、あれ、お願いします。お願いします